キング、でっかいカットに導かれて、レッツ違い貢献、セブントゥエイハナトゥセイ。これも演技が面白い、演技し出すすべなし。おおおおおいい。やめよう。一人である番組に出た際に突然大喜利を振られて悪戦苦闘していた。ああ、やってた。皆さん見たのではないでしょうか。見ましたけど、あれって振られてじゃなくて自分からでしょ。違う、あのアンケート取ったんですよ、俺の友達に、うん、スタッフさんがね、うん、で、なんか やらされたんです、A スタジオで。今後やっぱりこの YouTube 以外の局面でまあこう、ただね大喜利を求められることが多いと思うんですけど、まあね、この YouTube でですね、大喜利力をですねどんどんアップしていきましょう。それでは早速参りましょう。いいぞ。それではルールをご説明していきたいと思います。こちらにはですね7枚のカードがございます。はい、6枚にはこの笑える、あーなるほど、1枚には笑えない、あ、笑えないというカードが書かれております。はい、笑えないというカードを引いた人が人狼でございます。おー、はい、そして大喜利のお題を発表しますので、人狼はあえて笑えないということで、まあ、面白くない回答をして笑えるとカードを引いた方にはですね渾身の笑える面白回答をしていただこうと思います。なるほど、全員がですね大喜利発表した後に話し合いがありまして、誰が人狼なのか人狼じゃないのかというのを探っていきたいと思います。はい、はい、怖いな。はいね、はい、あれです。はい、なんか怪人みたいな。はい、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 ハスニーが目閉じてください。いきます。じゃあハスニーカメラに向かって何か見せてください。オッケーですか。オッケー。それでは清平顔を上げてください。引いたカードをお見せください。何それ。ではカードをお見せください。はい、お見せください。なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。皆さんお考えください。なにわ男子、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 言い続けたらいいんだもん。100万回よ。なにわ男子、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 言い過ぎて。これも演技かもしれない、演技かもしれない。やべ、それでは一人ずつ見ていきましょうか。、はい、じゃあジョー君から参りましょうか。なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。ナジャグランディーバ。いいですね。じゃあ続きまして。ケンド君、なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。なにわ男子、なにわ男子、なすすべなし。おおおお、いいいいいい。やめよう。なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。なにわ男子、なにわ男子、なにわ男子、かわいい安心。ちょっと後で言う。それではですね、なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。なにわ男子、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 袋開けっぱでパサパサのお菓子。続きまして、京平。なにわ男子って100万回言ったらどんな言い間違いがある。なにわ男子、なにわ男子、なにわ男子。続きまして、ハス。なにわ男子って
違いがある。なにわ男子、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 カニは、カニは、カニは、カニは裸足。それでは、話し合いタイムスタート。みんな個人的に好きなやつある？俺個人的に好きな、俺狂犬のなにわ男子。想像していいんだ。男子がちょっとなにわ感出てるから。いやし、いつもの狂犬の芸風と一緒やで。一緒。そう考えたら、ケントがいつもの芸風じゃない？あ、そうね。考えてないもんな。うん、俺考えてたインターホンってしてるもんね。いや、大ちゃんも大ちゃんもっちょい親父ギャグっぽいこと書くよ、いつもやったら。いや、これだから大吾は自分の中でこれめっちゃおもんないやんっていう笑いやと思う。あ、なるほど。可能性もある。ちょっとニッチも怪しいな。え、ちょ、え、おもんないってこと俺の。違う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 。普段ニッチ面白いけど、なんか今日なんかちょっと一瞬手抜いてるなぁ感が。ということで話し合い終了。はい、むずい。市民の方は人狼だと思う人、人狼の方は自分の名前をお書きください。うわ、二人で悩んでんねんな。じゃあ一斉にこの人が人狼だと思う人、オープンしましょうか。それでは一斉にオープン。ドン。はい、ケント。嘘やん。まず見ましょうか。じゃあ、ケント、ケント、ケント、ハッスン、俺、ケント、で、恭平が自分でこと。怖い。恭平が人狼。待って、あと一旦みんなケントに会えます。いつもと違う芸風とか言ってごめん。気付くや、結構怪しい。今日ね、どういうことしてるの？ちょっとおもろかった。おもろかった。俺、あの、パンと飲みついたらこれやったから、おもんないな。うまーって感じ。やばいわ、やばい。面白く、そうきたか。楽するっていう技術が逆におもろなるんだ。で、それを見抜けへんかったうちら市民の負けということで、人狼の勝ちです。何は感じって考えたらおもろいよなって言った時点でどうやった？嬉しかった。続いては全部のカード枚数が9枚になります。9枚中、7枚が笑えるカード、2枚が笑えないカード。あれ？もうある程度行います。全員笑える日って思わない人を探す可能性ある。知ってる、俺ら今ツアー中やねん。仲悪くしたいの。じゃあこれ余っても大丈夫なんで引きたいやつ。はい、さあ、それでは続いてジョー君からじゃあ引いていきましょう。はい、いきまーす、せーの。はい、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 私こちら。こちら、全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは。出た、ちゃんとした。はい、それでは皆さんお考えください。うわ、笑えないを聞いたのはマックスで2人、ゼロの可能性もあるし。怖いなぁ、これむずい。むずいなぁ。しかも全米ってむずない。全米が笑った全米。これは底辺の戦いになるぞ。やばいなぁ。いや、そうなんやけど。どうしよう。全員が笑えないを引いたわけではないよ。笑えないわけではない。いや、もう泣きすぎだわ。じゃんけんで順番決める。あ、せーの。いや、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 ガチで本当に嫌やな。一番も嫌やな。頑張っても嫌やな。最初はグー、じゃんけん、ほい、しょ、しょ、くるしょ。うわぁ、最初はグーじゃんけんほい。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 じゃあ、きょうへ、全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは。7 to 8、花 to 3。おぉ、難しい。初。いや、どれ。全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは。世界に一つだけの花。みち、
全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは、レッツ違い封建。全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは、ん？何？わさび寿司？ジョル。全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは、オランダ語でデュクネデー。いいかね、めっちゃおもろいぞ。いいかね。リセ。全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは、ホップステップショッピング、でっかいカットに導かれて。けど、はい、全米が笑ったなにわ男子728枚目のシングル曲のタイトルは、なにわ男子フューチャリングマイケル・ジャクソンでゴリラ。なんかやっぱさ、みんな全米って言うからさ、うん、英語入れてるよね。ちょっと英語やね。うん。でも、リュウセイ君はいつもの芸風が出てくる、うん、でしかも、ホップステップショッピングっていう、リュウセイバッチリやるよ。リュウセイバッチリやるよ。日の弾き方も怪しいよな。レッツで思いっきり書いて、その後なんか面白くない単語ないかなって考えて、だんだんちっちゃくなってってやつ。だから、この中におらん可能性ももちろんあるし、でも2人おる可能性もあるもん、ね。割合的にはさすがに1枚はくれが引いてるから。ということで、話し合い終了。さあ、それでは人狼だと思う人を書きください。人狼だと思う。いや、待ってよ、これ。いや、タクシ君意外とおもろい。そうやね、回復したらこれだそうやね。2枚入ってんのかな。2枚以上該当する人はどうしたらいい。3人ぐらいいねんけど。それでは、一斉にオープン。どうぞ。大橋。あ、僕、大橋君と高橋君。お、大橋君。これも発寸。恭平。お、いいねー。始まる。ジョーク。一人勝ちまた。いや、これマジバンクルマス。笑える日って票多かったのが大橋。いや、なんかその子供の頃を思い出してちょっとクスって自分で笑ってもうたから。ラストゲームも、先ほどのルールと一緒です。9枚入ってて、7枚が笑える、2枚が笑えないでございます。いや、これちょっと大喜利を鍛えられるな。大喜利に難しかった。はい、それでは参りましょう。皆様でこちら、なにわ男子のファンになった理由ランキング第53位。うわー、なにその絶妙なラインを。いや、それ53位なわけないやろでも面白いし、いや、めっちゃ53位っぽいでも面白いよね。うわ、これもうめっちゃセンス問われる。だから もうおもろい問題は置いといた。ひどくない？置いてあかんねん。置いてあかんねん。はい、それでは参りましょう。なにわ男子のファンになった理由ランキング第53位は、事務所内に緑がたくさんだからです。環境に良さそうだと思ったからです。 YouTube 見てくれたのかな。はい、続きまして、ハズ。なにわ男子のファンになった理由第53位は、手の生命線みんな流そう。キョヘ。なにわ男子のファンになった理由第53位は、テレビでなにわ男子が出てきた時だけ犬が吠えてたから。それでは、なにわ男子のファンになった理由第53位は、男らしさ蜂見て好きになりました。なにわ男子のファンになった理由ランキング53位は、身長差が猫みたいだったから20代プリマー。続きまして、なにわ男子のファンになった理由第53位はクリーミークリーミーゲットリードミンドリーミーみたいに言うな。続きまして、みち。なにわ男子のファンになった理由第53位は、全員がドクターイエローになったことがある。話し合いスタート。確認すると、笑えない変えた人が0、はたまたマックスで2。マックス2。ちなみに俺はドクターイエローってなったことがこれないです。見たことしかない。どこにないか。でも今日今までで笑えない2回連続やもんな。ちょっと来週やろ。来週やろ。
いや、怪しいからこそ笑える日だから。やばいやん。でも流星くんいつもの芸風とちゃうでしょ。そうやね。で、俺いつもの流星くんだったらめっちゃハマって爆笑するはずなんですよ。そこっていう、何や男子じゃなくて事務所に視点を置いてるから。これめっちゃ怪しいな。いや、これめっちゃ怪しいね。はい、ということで話し合い終了。さあ、それでは皆さんお書きください。これだからもしかしたら3連チャン来る可能性もあるよね、強兵が。全然ある。それでは一斉にオープン。ダダン。じゃあ、ジョブ君、ミッチー、高橋、大西、道枝、道枝、うお、流星、ミッチー、ミッチー、うん、ミッチー、はい、大橋、大西、うわー。えということは人狼はミッチーとハッスン。ミッチーは何秒ありました？これ流星以外は入ってると。でもミッチーはなんか分かったね。ミッチー分かる。いつもと違う感じから。笑えないじゃなくて理解できない。先生は面白くないって書いてある。最初にあの夜のテンションが高いって書いてある。あそう、だからそう普通やなと思って、ちゃんと面白くないで落としたかったらから、こう生命線が長いってなんかよくあるパターンのやつやったから、もうこれにしようと思って書いた。生命線長いのはよくあるもんね。俺よくある。俺なんかお前によく見たよ、そういうの。そうなの。太鼓見てんの。よく見る。で、流星の方がなんかちょっと違うよなと思って。いや、よくある。考えてない。好きになった理由のアンケート見て50歳にこれあったら面白い。内に緑がたくさんだから。楽しかったね。楽しかった。以上、なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく。とかはちょっとニャーでいきましょう。やめて。ニャー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 。事務所内の緑も。いやいや。